演舞開演。どうも、本日はこちら伊藤園の大井お茶、八乙女茶を飲んでみたいと思います。伊藤園のお茶、随分久しぶりな気がするな。おー、いい香りですね。でもこのままだと飲めないので、はい、インパックに、あ、今見えたけど、八乙女茶って書こうかな、一回見たいな。はい、このように入れました。そしてお湯はすでに用意してます。ちゃんと一人目よくいってらっしゃい。ではこのまま蓋をして、しばしお待ちを。ジュースがないのでリポートなんですよね。入れ終わりました、八乙女茶。では早速飲んでみたいと思います。淡い緑色がいいですね。では飲んでみます。この優しさとまろやかさ、美人だからなの？苦いっていうような感じではなく、むしろまろやかな風味ですごく飲みやすいですね。お茶受けなんかにちょうどいいかもしれません。なんかって美味しい。すっきりとした後味で何でも合いそうですね。和食にも洋食にもお菓子にも主食にも。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。